優しく始まったね。やっぱメランコリー気だからアルペジオ多いね。アルペジオ多いね。坂下と中村と西脇とで、あれやね、分かってるけど、今日は学校昼まで中ので映画に行きました。この手で来たか。僕らの年頃は好奇心が旺盛で、本当のところ4人はスケベなのです。外国のポルノを見るのは初めてなので、僕の胸は期待と欲望とでごっちゃでした。みんなはみんなで大人ぶって、ポルノ映画なんて見飽きたなんてほざくのでした。自分もそう言った、自分のことなんですよ本当は。館内は暗くなり沈黙となって、ズバリそのもの絡み合い唾を飲みました。みんなはみんなで言葉も持たず、笑うことも忘れてじっとじっと見るのでした。しかし数分して後僕と探したわ。なんやあの大きいのは餅みたいやなんて笑うのでした。しかし中でも西脇は真面目なやつで、ただただ金髪姉ちゃんに見るのでした。始めから終わりまであの場面で、ある程度好きなものでも秋が来ていました。映画見てる途中に坂下は中年のおっさんに何を触られたと言ってました。映画が終わりなんとなく虚しく、僕と坂下と中村と西脇はぼんやりと、チギと雄大のポルノ映画はズバリ恥ずかしく戯れていました。一体僕らは何のために勉学を勤しんでるやらさっぱりわからん日でした。とにかく男16にもなりゃ大人半分で、もはやスケベな男として一人前の貫禄十分。貫禄ないぜ。ああ、よくもだえる映画でした。追憶のポルノ映画。ちぎー。